んにちは、みやみやみです。今日は私が普段からよく聞かれる脱毛のことについてお話ししようと思います。普段、私は実はこの鼻から下ですね、鼻から下まで下はですね、全部もう脱毛をしていて、ツルツルのすべすべ状態なんですけれども、よく脱毛ってどうやってやってるんですかとか、意外とね、純明さん、純明さんっていうのはこと、我々界隈でいう天然のもともと女性だった方のことなんですけれども、どうやって脱毛してるんですか、何がいいんですかっていうお話をよく聞かれます。で、私はですね、実はエステとか医療脱毛とかそういったものにはですね、実は行ったことがなくて、実は全部自分で家で家庭用の脱毛器でやりましたが、もう何年前だろう、もうすごく前からやって、しばらく全然全く剃ったりとかそういうことしなくていい状態になっているので、かなり効果はあると自分では思ってます。その辺について今日はお話ししたいと思います。脱毛って大きく分けて、レーザー脱毛と光のフラッシュの脱毛があると思うんですけれども、よくエステとかでやってるのは、フラッシュ式の、ね、光の脱毛で、医療脱毛っていう方がレーザーを使った脱毛で、効果がね長いって言われてるけど、どっちも多分ね一応言ったらあると思うんですよ。で、私が使ってるのはもう家で家庭用脱毛器なんですけども、実はそれにもレーザーと光の脱毛器があって、実は私は両方とも二刀流で使っています。ちょっとそちらをね紹介します。はい、ではですね、まず紹介するのがこちらです。私が買った時はもうすごく何年も前なんですけども、こういう袋がねついてたんです。で、これは有名なトリアですね。家庭用のレーザー脱毛器です。で、こちらはですね、レーザーだからすごい効果が強いって言われてます。で、私最初これを買ってピッピッピッってね、今ね全く全身毛がないんですけど、もともとは結構あったんですよ。足とか手とか、あと胸毛まであったぐらいで、結構あったんですけど、これで、ほぼほぼ最初は頑張ってやりました。で、いいところは、トリアのいいところは、おひげなんかはやっぱり光だとなかなか効果が分かりにくいですけれども、トリアってひげとかそういう濃い毛にも効きまして、もう最初はやっぱ地道に何ヶ月かやったんですけれども、それ以降も全く生えてこないですね。もう何年経つだろう、結構何年もおひげは生えてない状態です。で、ただね、ちょっと欠点というか大変なところを言うと、照射範囲が狭いので、すごく地道にピッ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 やらなきゃいけないのと、あとすごく痛いです。本当に痛いです。ピッってやったら痛いって、もうあーってなるぐらい痛いです。でもその分ね、効いてると思って頑張って続けました。で、それ和らげるためには、保冷剤とかをね当てて、ちょっと冷たく麻痺させてからピッて打つっていうのをずっとやりましたね。で、これで
で今のヒゲはもう今全然ない、生えても来ない状態です。でもう一つ紹介します。はい、で次にご紹介するのはこちらのレノンです。こちらもとても有名ですよね。こちらは光脱毛の機械になりまして、開けますとちょっと見えるかな、照射が大きいものとノーマルなものと、あとストロングカートリッジといって、ヒゲとかにも使う用のなんかちょっと強めのやつですね。あと美顔カートリッジっていうのを持ってます。使い方はどれも一緒です。まで私はトリアじゃない、ケノンの場合は全身の体をやるときに使ってますので、このだいたいラージカートリッジ、このカートリッジも実はもう2個目ですね。もうヘビロテしてるので、もう1回もう全部これ寿命になっちゃって、で次のカートリッジを買いました、スペアカートリッジを買いました。でこれでまあピッ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 ってやるんですけれども、光の場合もピッて当てた瞬間になんかジュッて感じで毛が焼けるというか、でも一瞬で滑ってなります。で結構幅広い範囲なので、こう体をやるにはすごくいいかな。でこれを使って本当足とか手足の体もう全部すべすべになって、こちらもしばらくやっていないけど全然生えてきてないので効果はありです。でまあたとえね生えてきたとしても、その時にまた取り出してねピッてやればね、すぐピッて滑ってなるんで非常に便利で重宝しています。ただまあちょっとね、やっぱりおひげとかにはちょっと効きが悪いかもしれません。ちょっとねあんまり、まあおひげはもうトリアでやっちゃってたのであれなんですけど、濃い毛にはちょっとまたちょっとすぐ生えてくる毛はあると、多分でも地道にやればねいけるのかなとも思います。ちょっとね使ってみましょうかね。ちょっと待ってね。あ、さっき言ったカートリッジのお話なんですけれども、今これがラージなカートリッジで照射範囲がすごく広いものになっています。元々のカートリッジはこちらですね。これがノーマルのカートリッジです。こちらはケノンの場合も
ケノの場合は10段階なんですけども、トリアの場合もあの強さのあれが5段階あるので、あの、ね、こちらのここはねかなり痛くてしんどいので、あと毛の濃さにもよりますよ。濃いとこほど痛いです。でもそれも効いてるって気がするんです。で、また私の場合のやり方としては、5だとちょっとどうしてもなんか痛くすぎて、ちょっとどうしてもちょっと雑になってしまってたりしたので、3ぐらいまで落としてすごくまめにこまめにやってみました。まあそれでまあうまくいってるから、まあ、人それぞれやり方もあると思うんですが、いいと思います。こちら今 10段階です。いけないんですけど、でちゃんと当たるとこピッピッピッっていうので、そのままパンでやるとパンでしょ、ここが毛がなくなります。もう全然私の中の痛かったり熱かったりっていうのは感じないんですけど、これで全身順調にやります。そんな感じで、足がですね、私は足ちょっとで状態です。はい、というわけで今回は家庭用の脱毛器についてお話ししてみました。皆さんもね、まあ、このトリアでも毛の、ね、効果はあると思います。私の場合は、ね、すごくこれで満足しています。まあ、唯一ちょっともっと贅沢というか、もっと言うならばですね、この家庭用脱毛器でどうしてもね自分ではできないところがあるんですよ。それはね背中、背中はどうしてもできないので、そういうところはね、家でやってくれる人とかいればいいんですけれども、エステとか行きたいなってたまに思ったりもします。そちらはそちらでね、またいいとこがあるので、それぞれ、まあ、トリアも医療脱毛もエステもそれぞれいいとこ一長一短あると思います。で、家庭用脱毛のいいところはこうやって持っとけば、最初買うときは高いかなって思うかもしれないんですけれども、医療とかエステとか通うことを思えば安いのと、あと自分の空き時間に自分の好きな時に好きなように打てるっていうのがいいとこですね。で、効果も感じられて大分ハッピーですね。これね、すごくいいと思います。今日はじゃあそんな感じで、また皆さんとお会いしましょう。じゃあまたねー。